だから、こっちにで1番出てた子が、こうね、2番にちょろっと、あれとか、さっきの子が出てきたぞみたいな、なんかそういう楽しみ方もあるし、なんかね、うまいことこう作ってるなっていうのが、作ってるなっていうか、企画ですね、企画が作られてるなと思って、それがまず感心しましたって感じですね。であとはもう はい、えー、こんにちは、花太郎です。えっ、ー、と、今日はですね、あのこちら、私の卒業ですね。はい、そちらの感想になりますので、よろしくお願いいたしますと。で、ざっとどんな話かというと、まあ、公式にも書いてあるんですけどね、えっ、ー、と、16名の若手俳優さんと、<laughs> とか、女優さんですね。女優さんで、えっ、ー、と、4つのお話ですね。ですから、あのー、4話、全4話、えっ、ー、と、15分の4話の作品ですって感じになります。で、自分もね、1話見て、もう一気に見たんですけど、なんかね、楽しくちゃんと見れたって感じで、あのー、一応おすすめということで、はい、紹介していきたいと思いますと。で、お話することがですね、こちらですね。まずはこちら。まあね、こんな感じですね。はい、そんな感じと、あとは、あれ、これか。 こんな感じでちょっと話していこうと思ってますのでよろしくお願いいたしますと。で、まずはね、あの、企画がいいと。うん、そんな感じです。で、自分もね、なんか、どういう企画かもよくわからずにこう見始めたんですけど、なんだろうな、1話見,見終わった時に、2、3、4ってこうあるんですけど、なんかね、その仕組みが,仕組みが分かったらっていうか、あこれ、オモニバスか。 と思って見始めたら、やっぱね、1話を見たらね、2話、3話、4話も見たくなると。うん。そういうね、作り、なんかそういう引っ張りもあるっちゃあるんだなと思って、そのオムニバスっていうね、映画とかではたまにもあったりもするんですけど、久々になんかそういうのを触れたんで、ちょうどいい感じ。あとやっぱり卒業っていう題材ですよね。うん。題材で、まあ高校生のお話ということに箱を決めちゃって、 で、そこでこう出てくると。だから、こっちにで、1番出てた子がこうね、2話にちょろっと、あれとかさっきの子が出てきたぞみたいな、なんかそういう楽しみ方もあるし、なんかね、うまいことこう作ってるなっていうのが、 使っっててるないうか企画ですね企画が作られてるなと思って、それがまず感心しましたって感じですね。で、あとはもう順番に行,き行ってきますね。で、アイテム使いがうまい。これはね、まあ、各それぞれあるんですけど、自分が気がついた感じだとこんな感じですね。これ、LINE はね、これ、何話かな まあ、あんまり言わない、言わない方がいいかな。忘れちゃったんですけど、えっと、LINE の使い方とか、その、なんだろうな、ちょっとした小道具の使い方が、まあ、自分も全然高校生の生活とか、高校生の恋愛なんて全然知らないんですけど、あそういうもんだろうな、今はっていう意味で、その LINE の使い方、まあ、これ具体的に言うと、誰だちゃんが今振られたよみたいな、<laughs> そういうのが LINE にぽいってくると、あ そうまあ、確かになみたいなねなんかそういうところがねちょっとふとちょっと感心したりとかなんだろうな切り口ですかねまあそれも脚本とかにもよるとは思うんですけどそういうところとかあとは自分がちょっと思ったのはこれコートの使い方ですねこうコートって。 あるイケメンのね、あのー、俳優さんがあのコートを着るんですけど最初なんか先生みたいに自分だけ自分一人だけね茶色いなんかロングコートみたいに着てるんですよねでイケメン登場みたいな感じになってるんですけどあの感じがねちょっと面白かったりとかお前だけなんでそんなコート着てんだよって話なんですけどそういう感じの見せ方とかまああとは1話ではバスですよねまっすぐ。 だそうですしあとこのサブキャラっていうのに関して言えば1話に出てくるバスの運転手さんとかもね,ねドラマを見てる人から見たらおいおいって思うんだけどそれがそれとしてちょっと楽しく見れるという,うんだからそのなんだろうないい意味でそのドラマの嘘っていうね嘘をうまいこと使って実際にそんなことはないんだろうけどなんかそれが微笑ましく見れる作りになってたりとか。 そういうい感じですよねあとサブキャラに関してはまあどこに3話まあ4話とかまでできたのかなあのだからその主役になっているのがちょっと脇にもあったりとかちょ,ちょっとそういうあれあれあこの子はこっちでとかあるのはあるんですけど基本的にはねなんか最終的にはねなんかね やっぱ16人でこうオムニバスってなってるんでまあね主役のまあ4話だったら例えばここ1話この子が主役です2話はこの子が主役ですってやっぱりそういう風にまあどうしても割り振られるしそうなんですけどその中で主役になれ,な,れなかった子ですけど <laughs> まあ言い方悪いですけどれなれなかったキャラにも最終的にはね愛を持って見れるっていうかねうんそういう感じにねちょっとなっててなんかうまい作りになってるなぁとうん。 本当に思いましたで自分がちょっと気になった感じだとまあ2話で言ったら主役ですね2話だったまあ2話の主役だったら小川さんって形になりましてで4話で言ったらまあこれどっちかって言えばやっぱ、まあ、サブキャラって言葉ね悪いんですけどねあのになるんですけど福田さんっていう方が出てるんですけど自分が思ったのはね福田さんがそのいわゆるサブキャラっちゃサブキャラなんですけど何だろうな なんんかいいんですよね、うん、そこがちゃんと輝いて見えるっていう作り作りか、まあそのね、演技も含めてなんですけどちゃんとなってると、うん、そんな感じですね。自分で良かったのはねみんないいんですよ。あのイケメンくんもなんとなく良かったし2話に出てきた子、ね、も良、ね、かったしか、ね、みんないい感じ。だから <laughs> だからみんなお気に入りの俳優さんを見つけてくださいっていう感じですね。で自分がちょっと思ったのはこの福田さんに関してはサブ,サブキャラをちゃんとサブで演じるっていう感じがこう良かったと。うんそんな感じ。出過ぎす出過ぎもせず、引っ込みすぎもせず、ちゃんと印象に残るっていう感じで良かったっていう感じですね。で2話の小川さんに関して言えば、肩の使い方がうまいですね。 うーん誰かに何かを言うっていうシーンとかが,とかが、ね、2回ぐらいあるんですけどその時のね肩がね肩でなんかその人のなんかその女の子が今置かれてる状況がわかるっていうねそれどのぐらい意識されてされ,されてるのかも自然にもうそうなってるのかもしれないしあれなんですけどなんかねうまいなと <laughs> 単純に思いましたって感じですね。うんそそんんな感じです他にもねなんかみな皆されれぞれこう なんかな気になる人が多分出てくるんじゃないのかなと思ってあとはいわゆるどうなんだろういわゆるアイドルでやってますっていう人とかが少ないのかな、うん、かもしんないんですねだから純粋に若手の俳優さんですけど俳優さん女優さんを目指してやってる人の芝居を結構たんまり見れるっていうこともないんですけどでも若手が主役のね高校生活の話なんで その変な音だとかも出てこないし、うん、でそれぞれちゃんと見せ場とかもちゃんと考えられて作られてると思うんでそういう意味ではちゃんと楽しく見れるんじゃないのかなと思いましたって感じですね。うん、です。あとは、うん、な15分っていう短い1話ですね1話15分っていう短い作品なんですけど何だろうな。 こういうとこから何かを始めていくっていうのなんかいいのかもしれないですね。それこそ自主英語とかねいろいろ取られてる方とかもいますけどなんかちゃんとテーマというかもうお題みたいな大喜利みたいなね <laughs> のバンと決めちゃってみんなで作っていくとかいうのももしかしてそれはそれで。 ちょっと面白いのかなーと、うん、個人的には思いましたということでね、ぜひ、あのー、皆さん見てくださいということでね、未来のね、菅田将暉さんみたいになる方も多分いるかもしれませんので、えっ、ー、と、ぜひ見てくださいということで、花太郎でした。あ、そう,そうそう。あとは、その俳優さんってみんな若いから、なんだろうな、この後、俳優さんを続けていくかもわかんないし、そうじゃないかもしれないし、だからその、 いわゆる若いからこそのこのあとどうなるか分かんない人のお芝居を見るっていうのもそれはそれでうんまあこからのねのし上がっていくっていう人もいるだろうしなんとなくね事務所の人に言われて出てる人もいるだろうしなんかまあなんかそうですよね何か若い青春ものの良さっていうのはそれも含めてたやっぱ楽しいって感じですかね。でしたと。 <laughs> そんな感じですなんかちょっと説明あれですけどまあとにかくねそんなに長いドラマでもないですしえっ、ー、とまあ自分ぐらいの年だったらね、えー、と自分の娘さんと重ね合わせてみてもいいでしょうしね若い子は若い子なりに若い子は若い子なりに今度は何だっけあの人には負けないぞとね思って見てみるのもいいですしねえー 同じ現場で頑張ってる俳優さんを見てみるっていうのも面白いかもしれませんねということで花太郎でした失礼しますはいすみません話すこと忘れてましたね <laughs> でこれね自分の4話の時のねちょっと面白かったセリフ最後に言ってきますねはいえーといちいち話すのが付き合うってことでしょってこれね女の子が言うんですけど なんかちょっといいですよね。なんかいちいち、あそういうことなのか、付き合うってことはあってね、自分をね、高校時代かなんか、付き合うってどういうことですかみたいなね、高校の先輩になんか聞いたときありましたもんね。うん。そうなんですよね。なんかその先輩はね、何て言ってたかなんかいまだに覚えてるんですけど、何だろうな。お前は俺のものだっていうことが付き合うってことだってなんか言ってましたね。うん、どうですかどう思いますかいま <laughs> だにちょっとよくわかんないんですけどね。 そんな感じです。で、えっ、ー、と、次がですね、えーと、だから、いちいち、あ、いち,いちを話す。だから、いちいち、今日は、まあそうですよね。なんかいいセリフですよね。なん,なんか、重み重き深いセリフって感じです。皆さんどうですかね彼氏、彼女の方は、いちいち話してますかねいちいち、どっか行ったよとか、こうしてとか。でも、それを共有するってことが、その、まあ、これ、女の子のセリフなんですけど、 わからんでもないと女の子人から見たらそういうことなのかもしれないですねっていう,うーんそうですよねうんそんな感じでこれが次はまた別の人ですね男の人が、あのー、話したセリフなんですけど自分で叫んだ言葉に励まされたり戒められたりするんだよとこれはねちょっとなんか字にしてもかっこいいですよねうーん これはな、なんでかっていうと、まあこれもネタバレになりますけど、まあそのワンシーンのところで、まあなんかほら、青年の主張みたいな、なんとかなんとかだーとかいうやつありますよね、屋上に乗って、あの、テレビでやってた。あれの感じをなんか高校でもやるっていう、<laughs> そうそう。恥ずかしいよね。もし本当にやるとしたら、しんどいですよね。<laughs> そうそう。しんどいけど、なんかそういうシーンがあるときに、 だどうまあ、お前はどうなんだみたいな感じになった時にこういうものは自分で叫んだ言葉に励ま,励まされたりあとはうーん戒められたりって何かいい感じですよねだから自分で思ってる言葉が出てくるか出てこないかはわからないとして とりあえずはアウトプットしろと <laughs> そうそう <laughs> で。でアウトプットしたことによって俺言っちゃったしなみたいなのでやることもあるし <laughs> まあ言葉ってそういうもんだなと、うん、だから中でねこう,こうどうなんだどうなんだって考えてるのもあるけどそれがでちゃんとしたことを言えてるか言えてないかは別としてやっぱアウトプットって大切だよなと、うん、そういうことも感じてあと字面がかっこいいね。 励ますっていう言葉の字面と、戒ましめるっていう、あと叫ぶっていう言葉ですね。この字,字で書いたらね、かっこいい言葉だなと思って、はい、ぜひね、皆さんも覚えておいてください。自分で叫んだ言葉に励まされたり、戒ましめられたりするんだよと、うん。そんな感じ、いい言葉ですね。はい、そんな感じで、えー、っと、思いましたんで、よろしくお願いします。